こちらは愛媛のしんちゃんから。ありがとう。法則で思い出したのは理科の授業で習ったフレミング左手の法則、うん、授業でもちゃんと習ったし授業の前に勉強もしたはずなんですが結局今でも分かりません。理科の先生ごめんなさい。どうして左手なんでしょうか。私右利きなんですが、なんて思っていたらフレミング右手の法則もあるんですね。ややこしいわ。マリ先生、フレミング左手の法則、右手の法則について教えてください。これ知ってても別に何も活かせないから大丈夫です。じゃあ左手からいきましょうか、人差し指と中指と親指ね、この左手の方これ中指が何で人差し指が何で親指が何って言ってください。何がお父さんとかお兄さんとか。あ、そうです。あの私の、まあ、YouTube ライブでご覧の方は分かると思うんですよ、ね、あの理科の授業で習ってるので確実に手の形は皆さん分かってると思うんですよ。だ中指が何で人差し指が何で親指が何って言ってください。こんなじゃない。いやいや。こんなじゃない。こんなじゃない。教えてください。え、何でも教えると思ったらダメだよ。自分で調べようっていうのが大切。分かる。まず。年齢って、これ何って聞かれたら教えちゃダメなの。中指は。辞書を開く。中指は。辞書を開く。この中指、僕の中指。ほら、それは僕の人差し指。中指は立てたらダメだからね。立てたらダメね。一番立てたらダメだよ。中指は立てたらダメを担っていって立てたらダメ。中指はもう絶対立てたらダメ。人差し指は人差し指。人は刺さない。人は刺さないの。人差し指もダメ。親指どうします。グーグー短くない。親指だけちょっ と親指だけ醜いアヒルの子みたいになってる。一人だけなんか仲間に入れてもらえてない親指だけグー横文字だし、こいつだけ立てたらいかんよ、刺したらいかんよ、グーです。これが左手ね。右手も行きましょうか。じゃあ右手の中指なんですか。中指、右手の、うん、右手の中指は、右手の中指も、中指は基本もう全部足の指も立てたらダメ。喧嘩のもとよ。中指人差し指どうしましょう。喧嘩のもと、小学生がよくやってたけどもう絶対ダメ。あのちゃんと怒られるべき。ちゃんと怒られる。人差し指どうですか。これ見て、どう思うこの形。この形ですか、うん、え、でもなんだろう、理科でしか習ってないというか、まあ、うん、なんかちょっと知的ですよね、うん、ガリレオっぽいなとか思います私は。あまり全然知的に見えない。本当、うん、あ、話変えないでください。人差し指、右手の人差し指。このポーズ見て、よくやらなかった輪ゴムぐるぐるピースから人に向けてパンって押す、このポーズ、はい、まあ確かに似てますね。全く右はもうこのポーズ。あ、右手の人差し指はゴムを、うん、打つ。ゴムパンパン。ゴムパンパンを担う。親指どうすか。親指が一番大切、うん、右手の親指。これグーパート2っすか。グーかぶりしてません。同じフォルダがデスクトップにありますってなりません。グー2つあったら大丈夫ですかこれ。右手左手大丈夫大丈夫。かぶっていいの。違うから指紋も微妙に違うから全然ですね、フレミング、うん、左手親指が力、うん、人差し指が磁場、中指が電流を担っていて、うん、なんか右手もありますよね。これさ、待ってこれ、タイが分かってる。タイガは分からん。タイガはメールが来てるから喋ってる。タイガは分からん。右手は中指が電流、うん、人差し指が磁界、親指が胴体の動いた方向。難しいな、これ難しいです ね、うん、ね、これ知って何になる。何になる。いやもうそれでさ、もう終わり。じゃ今学校の今覚えてる、うん、今覚えてる。これ見てですか、うん、今覚えてる。やんわりとかな。やんわりと、やんわりと覚えてる。感性の法則よりは覚えてない。見るまで忘れてる。うん。天体の順番よりも覚えてない。あ、うん、電磁力で覚えればいいんだって。へ、人差し指、親指でね。このね、学校の勉強っていうのは、うん、役に立つ瞬間っていうのはないですよ。ないんだけど、ないんだけど、学校の勉強でだ、社会に出てもそうでしょ。取り決めがあるじゃない。こうしなきゃいけませんよという取り決め、それを守った上でオリジナリティを出すというのがお勉強の部分なんだ。だからその守らなきゃいけない法則の部分が勉強に当たるんですよね。そこを文句言うなら、そこをちゃんとした上で文句言いましょうっていうのが学校の勉強だって習いました。だから学校の勉強ちゃんとやってないと、その何でもね、型破りにね、仕事もしない、会社も入らない、俺は世界を変えてやるってね、あの、なんだろう、
発言にしがいがないでしょ。だから勉強はしとくのよって言われました。でもフレミングの法則覚えてなかったじゃん。覚えてましたよ電磁力でしょ